田さん、そもそも単語力あんのっていう。あ、テストしましょう、やっぱりね。出た急遽ですね。ピグメント、ピグメント、はい、ピグメント、フェア、あー、ボーク、ボーカル、声ですね。フィーティッコメ、あー、なるほど、そこから来ていますね。そうだよ、始まりました、もちえちゃんね。さあ、今回はですね、たわしさんにおいでいただきまして、ようこそ置いていただきまして、そうですね、はい、僕は来たんですけど、もう埃だらけで毎回目がやられるっていう。換気はしといたんで今度こそ。今回なんですけど、はい、共通テストもし爆死したっていう噂を聞いて、まあ爆死ですかねっていう感じで、はい、こんな感じだったんですけども、はい、はい、たわしさんの、まあね、文系科目はだいぶ強くなったけど、はい、理系科目が、ね、まあ、下の段はちょっと全然変わってないという感じですね。弱すぎるって、はい、弱体化してますね。数学教えてますとかって言って、いやいやいや、日とまあ共通ですと全然違うんで。そんな達さんですが、まあ英語ね、8割なんですね。でも9割いかないんですね。そうですね、9割はまだいくと思ったんですけど、うん、やっぱ予想以上にね、まあ、リーディングもちょっと落としてますけど、うん、リスニングはめちゃくちゃ難しかったです。達、はいはい、さん、そもそも単語力あんのっていう。ああ、まあ、あると思うんですけど、鉄壁もやってますし。なので、はい、資格となるですね、キャストダイスっていうですね、はい、ところがですね、小場翔さんですね。はいはい、そう。小場翔さんがですね、はい、ちょっと本当に大丈夫なんかそんな感じでしたけど、大丈夫なんかめちゃくちゃ丁寧に接してくれた記憶あるんですけどで言ってたんで、はい、知ってます、今キャストダイスって、はい、単語帳出したんですよ。知ってますよ、あのアプリですよね。あ、そう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 、はい、出して企業案件です。あキャストダイスさん、ありがとうございますたわしさんがもうやばい状況だと、困窮してる、企業案件募集しますって出したじゃないですか。はい、ありがとうございます。一番最初に小場翔さんが、優しいですね、本当ありがとうございます。ちょっとせっかくなんで、単語力あるのか見たいと思いますね。キューチェイスで毎回キャストダイス英単語帳、こういった形でベーシックスタンダードハイレベルトップレベルみたいなのがあって、レベル分けされてる、自分で新しい単語帳で作ることができるんですが、カスタマイズできるんですね、はい、こういろいろテストできたりとかするわけです、はい、アカシート形式、あ、そういうのもできるんだ、このページ規定の順番かランダムで出すかとかってことも、あ、すごい、赤シート出てきましたね。赤シートで、こうやって、あー、すごいすごい、反対側もできるってことですね。すごい。で、音声も赤シートなくす心配ないですね。そうですね、よくなくなりますもんね、これもうここに印とかもつけられるので、はい、っていう感じなんですが、はい、もう2回もできるんだ。テストしましょう、やっぱりね。出た気打ちですね、やっぱり、はい、赤シート方式じゃね、本当にできてるか分かんないんで、ちょっとね、4択テストの方でランダムでやってみましょう。テストもできるんですね。やるんだったらやっぱね、トップレベルなんで、いやいや、ちょっとどれぐらいのレベルかわかんないんでちょっとベーシックとかでいいんじゃないですか。何言ってんですか。まあ、やっぱアプリのいいところっていうのはどん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 追加できますし、ああ、なるほどなるほど、それすごいですよね。いくらでも追加できますし、こういう機能が欲しいとかなったらどん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 追加できますから、ボロボロになんないですもんね。絶対に強みなんで、そんな大学受験用のキャストダイスの英単語帳のテストに田橋さん挑戦します。僕はもう目がボロボロです、今も。え、うちのあれですか、ホコリですか。でも、はい、あ、これレプタイル、レプタイル、これどれ、正解、はい、バーティブレイト、バーティブレイト、これは10、バーティブレイト、聞いたことないから、正解、カプット、むずいっすね、キャップ、キャップだから頭、おお、コンフォーミティ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 、掃除じゃないですか、おお、ディメンシャ、むずい、ディメンシャ、ディメンシャ、ディメンシャ、ディメン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 、特徴、うわー、忍者、迷ったんすよ。Robin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  ってるんだ。正解。ちょっと森田先生のヒントで。D。あ、これじゃないですか。正解。これ今日やったっす。Fave。放送する。OK。これはわかる。Wed。Wed。あ、これはですね。Wedding ですね。Wed。Excerpt。Excerpt。Excerpt いいですね。うん、はい。おお、どうですか ?10 問中7問ちっちゃい、3つ不正解しました。間に合わなかったのかな、時間が。あ、バーティブレイト、あれトーフル一時期やってなかったでしたっけ。ちょっとやってましたけど、はい、もう全部忘れちゃいましたね。バーティブレイト、あ、脊椎動物、あ、ね、結構あの推測でいけましたね。はい、では次の問題やってもらうんですが、はい、音声別のもできるってことなんで、なるほどです。イギリス人男性に書いてやってみます。メイズ、メイズ、メイズ、正解。マクシム、マクシム、格言ですね、うん、ここ。ディモート、ディモート、D だからディモート、うわー、こう、ピグメント、ピグメント、はい、はい、ピグメント、知らない、あー、知らない、パー、パー、パー、あー、わかんねー
正解。Unveil。Unveil。あ、これはまあベイルをですね。Pneumonia。Pneumonia。New。肺炎。Sophomore。Sophomore。あ、これは2年生。Depletion。Depletion。Depletion。D。Interdisciplinary。Interdisciplinary。Interdisciplinary。学際的これ。おお。ああ。一問間違えました。素晴らしい。え、これは結構知ってましたね、はい。まあ知らなかったんですけど。発音記号がイギリスに変わった。へえ。さっきのアメリカだと。発音記号って面白い。優秀ですね。そうですね。ディモールってとかね、ディが下でモールと下に動くですね、モーション。なるほどなるほど。だから硬化するとか、はい。あ、ピグメント知らなかったんですね、色素。一応ディスプリナリーはそうですね。ディスプリンが関わってる。そう、なんか2つの意味ってなんとなく推測。はい、あれ分かんなかったです。ゴロゴロ。パー。まあこれ音なんで本当にそのまま。ああ、擬音語みたいな。そうそうです。で最後、はい、ハイレベルを。いやもうトップいけたんで多分ハイはいけるんじゃないかなと思いますね。はい。リボーク。リボーク。これはあれなんだっけこれ。あ、やばいやばい。違う。やっぱりこれ間違ってる。Nauseous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 。あれ？トーストの家。Tactfully。Tactfully。ここに来てボールが出てきた。あれ？Illegality. Illegality. Genetically modified. Antibiotics. Behaviorism. Delusion. Delusion. Condemnation. Condemnation. これは非難。Proportionate. Proportionate. これです。あ、まあ、ちょっと焦ったかもしれない。ちょっとだいぶこれで最後エンディングここですよ、はい、ちょっといいとこで終わらせた、ね、トップレベルバンバン解けたのにハイレベルでダメだったっていうね。全部閉まんないですね。リボーク取り消す知らなかったですか。いや知らなかった。リボーク取り消すか、ちょっと抜けてましたね、まあ、東大にはないか総計とかですかね。あのボーク、はい、ボーカル声ですね。引っ込める。あー、なるほど、そこから来てるんですね。ノーシャス知らなかったんですね。ノーズヤとか知らないですか。ノーシャスはちょっと多分見たことあったんですけど抜けてましたね。もう忘れてました、ね、これ、ね、そうですね。 GM ジネティカルモリファイト。あー、デリューシュ、これは難しいですね。ダイリュートっていう薄めるっていう動詞があるんで見たことがないですね。もうじゃあ最後綺麗に決めますか。はい、お願いします。ユナラテラル。むずい。ラテラル、ラテラル、ユナラテラル、ユニラテラル。マジで。ライむずい。え、いや、これ見たことない。モルティラテラル。ラテラルが何でしたっけ。ラテラルまた出てきましたね。マルティラテラルだから、マルティがついて、これか。はい。インフレンジ。インフレンジ。インフレンジも見たことあるの。あれ。プッダウン。これですね。インクリミネイト。インクリミネイト。クリミナル。これですか。アップステージ。アップステージ。アップステージ。Subordination. Subordination. Outskirts. 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 Humiliating. Humiliating. ああ、最後決める予定だったんですけど、だからなんかユニラテラル知らなかったですか？バイラテラルも知らない。まあ、知らないですね。ラテラルがまずわかんないです。あ、ラテラル。ユニラテラルだと一つで、マルティラテラルだとたくさんあって、なるほど、バイラテラルだと二国間のとかっていうので、あ、はいはい、バイラテラルネゴシエーションとか、ラテラル、バイラテラルが一番新聞とか見てると出てくると思いますね。ラテラライゼーションだったら脳に関しても左の脳とか右の脳どっちが、左手使った場合は右、はい、脳の方が刺激されとかってよく言われるんですけど、ライトヘミスフィアとかじゃないですか。ああ、そうです、そうです。ヘミスフィアが半球ですね。簡単にこっちは右の脳が役割を果たしてます、こっちの方は左の脳がそれの役割を果たしてますとかっていうので、ラテラライゼーションっていう、ラテラライゼーション、例えば言語だったら左の方そういうので出てきます。勉強になりました。ああ、ライは難しいと思いますね。皮肉っていうのは僕自体大学では文学の授業で学びましたね。英文学、確かに評論とかじゃ出てこないですか、ね、大学入試で勉強した記憶はないです、ね、はい、結構レベル高いですね、ハイレベルは。いや、ギリギリですね。いや、スタンダードとかはもう全然。じゃあもう最後、はい、しょうがないですね、もうスタンダードで終わりです。逆に怖い。 PTSD。 PTSD、 また PTSD。 病気の Restructure。 Restructure。 はい、 Shabby。 はい、 Shabby。 ちょっと難しい。 Foggy。 あれ、これだ。 Hysteria。 え、これはこれです。 Curfew。カーフィー、はい、これだな。Westernization。 はいはい。 Subtraction。 Circumstances。
Motel. 気をつけ。これはサービスだ。おやっぱり、やっぱりスタンダードだったよね。ただまあ全部簡単ってわけでもない。カーフューとか知らない人いるんでね、結構人間とか。概要欄に貼ってありますので、挑戦してみてください、タワシさんに。なんでこんな簡単だよとか、どうせコメントいっぱい来てると思うんで。タワシができんなら、みたいなことになりがちですよね。じゃあやってみればいいじゃないってことなんで。感想をぜひお願いします。そうですね、やってみて、こうだったよっていうのをね、言ってください。今後僕もじゃあ何かあったら、小場所さんの方に DM を送らせていただこうと思います。よくなっていくと思いますね。タワシさんの方にも、コードもらってるのでプレゼントしますので、あ、いいですか。すいません、ありがとうございます。利用してください。ご視聴ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。おめがいたよ、おめがいたよ。そんななんですね。本当じゃない。